ほら、もう一度だ。分かってんよ。しかし、お前に螺旋丸を教える日が来るとはな。俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞ、これ。まあ、俺もやる気が出てきたというか。とにかく、今は猛烈に螺旋丸を覚えてんだ。くぅ、ようやくお前も忍びだ。ボルトがあんなに熱くなるなんて。私も負けてられない。パパ。なんだ。あのさ、もしよかったら、その修行をつけてほしいんだけど。修行？うん、ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし、この木ノ葉丸先生はボルトにつきっきりだし。この里には他にも頼れる忍びはいるだろう。サラダはあなたに修行をつけてほしいのよ。ママ、せっかく戻ってきてるんだもん。ね。ついてこい。うん。いいか、修行といっても今のお前にしてやれるのは実践演習くらいだ。十分。始めるぞ。お願いします。戦闘開始。今に行くよ。パパ、なんなら攻撃は組み立てが重要だ。近接攻撃だけに頼らず、飛び道具での牽制も忘れるな。残念です。攻撃が決まったからと安心するな。攻撃後の隙が最も危険だ。敵はそこを狙ってくる。はい。そこか。こんなところね。己のチャクラ量は常に把握しておけ。チャクラの有無が勝負を決する。無駄に使えば勝利は遠のく。こいつを使うか。この手合わせは何よりも大切な。お前にはこれで十分。これで終わり？正直なところ、今のお前の強さは俺がよく知っている。でも今はお前より導かねばならない存在がいる。うん。サラダ。
そんな顔するな。また今度な。ありがとう、パパ。